はい。というわけで、初見さん関係、質問関係、投げてスパジャー大関係、来る者、こまずお届けいたします。パーカッションのワークショップ、高踏がお送りします。よろしくお願いします。ドラムがいる場合といない場合で意識すべきことの違いがあれば知りたいです。フレージングやフィルインの違いなど、いや、それすっごいたくさんありますよ。それは。責任感が違いますね。まず、えっと、ドラマーがいないシチュエーションだったら、ドラム的な役割をするのは一つありますね。 ドラム的な役割何かっていうと、えっと、基本的なビートを出すのが一つ。あと、ダイナミクスをつける、えー、曲の盛り上がりだったり、盛り下がりだったり、えー、ダイナミクスの幅を、えー、示してあげるっていうのがある。であと、まあ、おまけでフィルインとか。 そういうのがありますと。あるいは他の方が何かやったら、他の演奏者の方が何かやったらそれに反応するようなね。えー、まあ大きく3つかなと思いますね。えー、要はグルーブ、ダイナミクス、えー、フィルっていう感じだと思います。で、多分そんなにそのドラムほど役割を担えないと思うんですよ。やっぱドラムって結構もう完成されてるじゃないですか。やってらしてわかると思うんですけれども、えー、今言ったことが全てに対応 できるしかも割と低コストでただパーカッションだとえっ、ー、とその足が使えない分まあ足も使えるのは使ってもいいんだけれどもそんなにたくさん仕事をもらってもこなせないことが多いので初めから何かを他の人に委ねてしまう、えーまあ、グループなのかバンドなのかわかんないんですけども、えー、じゃあ俺は俺はっていうかパーカッションのニストは グループに専念するわととりあえず、はい、えそしたらちょっと他の楽器の人、えー、ギターなのかベースなのかピアノなのかわかんないけれどもがちょっと装飾的な、えー、フィル的なアプローチをちょっと担ってもらうっていうか多めにしてもらうこっちはそんなにフィルしませんからみたいなこと伝えて <laughs> えっと、まあ、事前のやり取りで伝えてあとまあダイナミクスって割と打楽器がつけやすいからあじゃあグルーブと、えー、ダイナミクスもできるだけ頑張りますみたいな 感じで他の楽器もダイナミックスって結構つけれたりするじゃないですか。それちょっとこの気遣い合いであじゃあちょっとパーカッショニスト大変そうだなってあの気遣えるベーシストみたいながいる場合はあの気遣ってもらったりしつつやるって感じですかね。はい、だから結構ね絞った方がいいっていうかあのできないことを最初からあの明確にした方がいいと思います。あれこれやろうとすると失敗するっていうのがね あの僕多分に経験あります全部やりたくなっちゃうってうねダイナミックスもつけてグルーブもえーやってえさらにねいろいろなんか効果音とか鳴らしたりしてみたいなあの何でも屋さんみたいになると結構ねあのどっちつかずっていうか <laughs> うーん相当の技術力と音楽を把握する力とあとは何だろう客観的に見る力みたいなのがないと全部両立するのすっげえ難しいと思うんですよね。 だから結構あらかじめ絞っちゃうみたいなするといいかなと思いますよ余裕で叩けるのであればそういうフィルみたいなのも入れてもいいと思いますけれどもまあ大きくね役割としてはやっぱりグルーブかグルーブとダイナミクスっていうところに終始するといいかなと思いますね曲が盛り上がるようにえっとまあ音量だったりフレーズで持っていくっていうのとで余裕があったらフィルっていう感じがいいんじゃないかなと思います で逆に他にパーカッショニストじゃなくてベーシストだったりピアニストがものすごいあの自分からこうリズムを発信するようなタイプの人であればえその方にちょっと預けてしまうそのグループを預けてしまうっていうのもありですよね。でそしたら割と負担が減るからそしたらもうちょっと装飾的なフィル的なこととかなんか雰囲気作りに終始するといいのではないかと思いますけど。 これすっごい真面目な話ね、はい、なるほど一緒にやる人がグルーヴを預けられるタイプかで自分のアプローチも変わっていくんですねそうですね絶対そうだと思いますプロのレベルであれば当然対応できると思うんですよ全体を引っ張ることもできるし役割分担することもできるし、えー、あの人がこれやったらじゃあ私はこれやろうみたいなね え駆け引きだったりやり取りっていうのは絶対できると思うんだけれどもまだそこまでえ自分だったりバンドメンバーのえースキルっていうか音楽力が高くない場合はやれることが制限されるからまあそれぞれが得意なことをやってそれがこうちょうどハマればそれラッキーっていう感じなんだけどもハマらない場合もあるからそうした場合は練習する必要がありますね <laughs>。 バンドでこう引っ張ってくれるタイプの人がいない、えー、場合はいやじゃあ自分がちょっと引っ張るかということでやったり、えー、とグループは安定してんだけどなんかこうダイナミクスが弱いなとか、えー、音楽としてのなんか面白みに欠けるなっていう場合はじゃあちょっと演出方面に力を割こうかっていうまあどういうふうにその自分のコストを割いていくかっていうか感じ ってて考えてます僕は、はい、ドラマーがいる場合はですね得てしてそのドラマーの方がいる場合はですね、えー、楽でございますので <laughs> さっき言ったグルーブとダイナミクスをやんなくていいから演出ばっかり回りますね基本は、まあ、曲の盛り上がりを、えーまあ、ダイナミクスをさらに強調するような演出をしたりなんかその情景が浮かぶ結構そのエフェクト系だったら イメージが浮きやすすいいじゃないですか風の音とか水の音とか、えー、あるいはその民族楽器だったらその国の感じとか、まあ、タブラガーだったらこれあもうインドだと <laughs> あもうこれインドしかないという感じで、えー、そういう演出に回りますかね、はいえー、パーカッションミストがいない状態パーカッションが入っていない状態でなんかこの曲のここが盛り上がらないなとか なんかここ流れが悪いなっていうそういうちょっと潤滑油的なことはやった方がいいですよね。パーカッショニストが入っていない状態で、えー、とベースドラムキーボードギターだけでやるとなんかここのつながりが悪いなとかなんかここのグループ感いまいちだなみたいなのがあった時にはよしやるかっていうあのその仕事をやるっていう感じですかねそのアプローチ。はい。